おはようございます。おはようございます。てか、明けおめ明けおめっすね明けおめっすね。ありがとうございます。ありがとうございます。初めてですね。そうっすね、結婚してから初めて会うかもしれないです。はい、今日はもう3月ですけど、はい、今日は遠征なんですよね。そう、今日ちょっといろいろ用あって行くんすけど、まさかの2人で行くっていう、はい、なかなかないじゃん。もう確かに久々っちゃ久々っすね。ドンキでゲーセン遊んだぐらいかな。はい、僕実家も会ってないっすか。一回も会ってない。あ、会ってないっすか。なんかすごい忙しいふりしてさ、はい、全然なんか来ねえし。まあそうっすね、タイミングが合わないっすよね。そうっすね。なんか今さ、クローザーっていうなんか GS のなんかピッチャーが現れたんだっけ。あ、そう、ピッチャー現れました。はい、現れました。今年の1月の2日から公式で販売してて、まあ今3月なんですけど。ああ、何ボール出るの今。あの、ちっちゃいのと大きいのがあるんですよ。ああ、両方合わせたら多分300ぐらい、350ぐらいいってんじゃないですか。すごっ。はい、300、400ぐらい。でもちょっと先行で年末に販売してたのもあるんで。ああ、300、400いってると思います。すごいね。手入れ分かんないじゃん俺。はい、何がすごいかちょっと分かんない。あ、一回温度行った時にでかいのがあるのは見た。はい、あれはどういうものなのかちょっと教えてほしいんだけど。あれはなんかその手入れの工程が3つあるんですけど、まあ、汚れ落とし、保湿、艶出し、うん、まあ、3段階あって、その真ん中のオイルなんですよ。保湿特化型みたいな。なるほどなるほど。なんでその汚れ落としをした後に最後にかける、うん、で最後こうバーって伸ばすんで、まあ、真ん中のオイルっすね。あ、なるほどね。でも艶出しってそのオイル塗る人とブラシだけの人がいるんで、うん、まあ両方どっちでもいいんですけど、それは、うん、なんでまあ仕上げオイルみたいな感じの感覚で合ってるんです。例えば他のメーカーだったら、はい、どういうやつ。和牛 JB の牛脂オイルとか。ああ、固形ですけどあれは、うん、まあ仕上げの保湿っていう意味では一緒ですし、ローリングスのスデネリベストコンディショニングオイルっていう、うん、まあ、あれも保湿なんですよ、うん、最後のしっとりさせるやつって感じっすかね。なるほど。はい、その辺はオイルだけどさ、はい、おいくんのやつはなんか液体、はい、水系、はい、水分、はい、それはなんかあるんですか。やっぱりあの隙間に入っているじゃないですか。あ、パッパッパッ、浸透、浸透、はい、っていうのと、まあなぜ楽っていう。あ、確かに、はい、っていう感じっすね。なるほど。そのなんかさ、ちっちゃいのと大きいのをなんか2つ出したなんか理由ってあったんですか。最初 200ml だったんですよ、うん、でこれ出した時にその堀島先生に絶対でかいの出した方がいいと、うん、最初から言ってて、ああで、まあ、出しましょうってなってたんですよ。話して多い提案だったんですね。いや、なんかもう考えてたらしいんですけど、うん、同時ではなくて、やっぱり最初こうまずちっちゃいので認知してもらって、うん、でよかったら大容量買う。シャンプーと一緒っす。なるほどね。はい、詰め替え用みたいな。確かに、はい、シャンプー系ね。シャンプー系っす。なるほど。内容は一緒なんですけど、その、あの400の方、400ml の買った方が金額的にはお得ですよ。ちょっと安いんだ。ちょっと安いですね。ちっちゃいやつだといくらですか。2600円。はい、ってことは普通に倍したら5200円とか。はい、4900とか。マジで、はい、安くなってる。ちょっとまあお得に、まあ中身はほんと一緒なんで。ああ、そうなんだ。まあ、説明的には、はい、知らぬ間になんかそういうのが多分サンプルがお店にあると思うんですけどね。ボリスコが使ってるやつが。あ、マジで。多分、わかんないですけど多分。俺も今年ほんと実は2週間3週間ぐらい前にオレスポに年明け初対面したから、はい、うん、だから本当それぐらい行けてないんですよ。なるほど。結婚するとね。そうですね、やっぱ忙しいですか。そうですね。今まではまあね、忙しいからって理由で家開けてたけど、はい、やっぱり一緒の時間って大事じゃないですか。なるべく早く帰ったり、帰ってからの時間を、はい、まあ、どう使うか。帰ってから寝るまでの大体6時間とか7時間の時間をどう使うかっていうのを考えるようになりましたね。なんかあれですね、話によると編集のあれを減らしたみたいな話がありましたけど。あ、そうそうですね。時間を大事にみたいな。そうですね、自分の時間を。はい、まあ、翔平 TV の編集っていうかその投稿をそもそも今就任してるんですよ。就任、実は、はいはい、就任してて、まあ、メイン就任で、まあ、出せる時に平日にショートを出すみたいな。うん、ショートはちょこちょこもうできてて限定公開にはしてるんだけど、また次第っていう状況。はい、まあ、プラスで、まあ、他の人の動画編集の仕事もやっておいたんですけど、やめました。うん、まあ結局その自分の時間の使い方がどこに持ってるかじゃないですか。そう、帰ってきてからの時間っていうか、フリーな時間で。そう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 、ってことですよね。だからそう、自分の時間の使い方っていう自分の中で、はい、これぐらいの時間を使ってできたらいいなっていうのが2倍3倍ぐらいになって、はい、それに
時間をなんか全振り、ほぼ全振りしちゃってるみたいな。はい、そうですね。で、自分の時間がほとんどないみたいな感じ。それはあんま良くないっすよね。そうっすね、はい、すごい勉強になるけど、時間がかかりすぎて自分のなんか時間がない中でなんか、あこの金額はちょっとっていう感じ。はい、まあもちろん自分の実力不足もあるけど、はい、でもなんか結局もう7年とか8年とかやってますけど、はい、なんかいつも通りじゃやっぱつまんないなって思ってて、はい、だったらあんま今までやってきてショート系、ショート系、ショート系の動画を上げていく、ちょっと準備しようかなみたいな。ほぼやってないからさ、はいはい、もうあの昔よくショート上げてたけど、そういうのって俺ノータッチで、はい、切り抜きっすよね。そう、切り抜き。その時間でさえなんかもったいないと俺は思ってたんだけど、だんだんやっぱさね、あの YouTube やる人増えてくるし、はい、何で再生取れるかなって考えたら、まあ、ショートの中でやっぱりと思って、手軽、はいはい、ショート手軽だなっていう、そこは考えて、じゃあやるか。でもな、やるにしても、まあ、今まで千何百本、はい、千何百本出したけど、それを切り抜いていくのか、はい、新たにショートとして取るのか、すごい悩んでる。そもそもね、俺はそう意識してるけど、はい、もう一人のあいつが無意識だから、何も考えてないから。カメラさんですか。で、俺がまあ演者としてやる、彼がカメラでやるって言っても、あいつ多分こう本当にこうやるだけ、はい、なんかこうちょっとこうね、ズームしてみたりとかさ、そういうのも多分5キロ以上道なりです。来てないから多分やんないと思うんだよね。なるほど。だったらなんかやる意味ないなみたいな。結局さ、ね、いい動画撮るのはやっぱこう人が、まあまあまあ、撮る人が動く、まあまあ、動いて初めてなんか臨場感のあるとか、そういうのはね、感じるじゃないですか、はい、見る人って、はい、それをただのただこうやってやってるだけの男を使って、俺が演者がいくらでやっても楽しくないな。もう撮る時点で楽しくないな。交代したらいいんじゃないですか。いや、できないんだよ。できない。あいつはできない。あいつはなんか営業マンとしてやってるから、すごくこうかしこまるから、はい、ちょっと崩してほしいんだけど、崩すと逆になんかチャラくなるし、そうっすね、喋りもなんかかしこまっちゃうから。はい、まあ、キャラはあるっす。どうなんですか、その新しい演者を。っていうのはないんすか。まだないっすね。あ、ないっすね。いないっすね。っていうか探したらいるんじゃないですか、界隈で、近くで。いないっすか。いないっすよ。いないっすか。もうね、いろいろ試してみたけど、はい、いや、カメラ好きな子はいるから、はい、取材でカメラやりに来てくれる子はいるんですよ。あ、じゃあ裏方はいるけど、そうそうそう、そここに誰かっていうのはいない。そう、演者がいない。やっぱ演者はいないけど、カメラとかはとか、物によって、種類によって、はい、あ、メタルの仕出します、俺が行きますよ、俺が打ちますよみたいな。でも結局醤油 TV はピッチャーのチャンネルだから、ピッチャーの育成とか面白いですけどね。え、でも、まあ、正直ピッチャーの育成もいいと思うんだけど、はい、やっぱもう今ってさ、プロとかいっぱい出てきてるじゃん。まあ、はい、だ、育成系って正直もうプロの人が言っちゃうと俺らもう出れないわけよ。だから出してない、何言ってんだこいつみたいなのもあるじゃないですか。まあでも、そう、以前亮平がキャッチャーのキャッチング、はい、ブロッキングの動画を出したの、はい、あいつはなんか高校の時教わったって言って、はい、自信満々に出したんだけど、はい、実際コメント欄結構荒れてて。あ、そうなんですか。違いますよ。まあでも自分を発信すること大事だと思うんで、まあ、はい、まあ、引き出しじゃないですか、一つの、まあ、別にそれが正解でもないし、不正解でもないと思うんですけどね。それを、まあ、あの翔平さん、翔一郎君ってキャッチャー、はい、SWBCAA の、はい、言ったら確かに違ったらしい。それだとこのボールが下に行っちゃって後ろ行っちゃうみたいな。でもそれを彼は分かっておらず、高校の時教わったからっていう、その自分の考えじゃない人の考えをそのまま形にしてるっていうので実際出るから、そこはなんか違うんじゃないかな。あ、それだったらあれですね、そのまあちょっと炎上したことですよね。そうそう、そしたらもうそれを陽平さんを今度強化したらいいんじゃないですか。その動画からつなげて、ちょっとキャッチャーの指導できる人に、まあ、すいませんでしたみたいな感じで、あの動画のやつをやって、そうそう、上手くなるっていうのがいいと思うんですけどね。そうそうそう、前一回やったんかな。あ、でもまあなんかそれが YouTuber っぽいですよね。そのなんかそれを前のを生かして動画撮るみたいな。まあまあまあ、そもそも意識がちょっと足りないですね。あ、でも結論はあれですよね、試合で止めれれば OK じゃないですか。そうそうそう、でも試合でその動画なしだよことやってるかって言ったら、はい、多分やってないですよ、ね、あ、後ろに行っちゃうから。あ、
でも教えるときは、はい、そういうふうに教えてるから動画でなんかやっぱやるいるじゃないですか、教えるの苦手な人いるじゃん、ないけど、いやそういうタイプなのかと思ったけど、でもおしゃべりだからそんなことないな、はい、ただ本当に無意識に止めるときはちゃんとできてて、でも頭の中はダメなやり方だ、普通逆が多いですけど、そんな感じでおしゃべっちゃったんですけど、はい、これから撮影があるので、はい、そうですね、今後多分大木のサブちゃんかな、メインかな、わかんないけどサブちゃんだろう、コラボの動画が流れると思います。ああそうですね、はい、よろしくお願いします。お願いします。 BBC からの、サウナからのワーフェアの前それが一番いいっすね、もう2人で7、8年ですからね、はい、やっぱあの汗かいた状態でちょっと撮影前原さんにくらい失礼だと思う。はい失礼、じゃあ今日も助かりますよ、この先まあどうも練習かもしれないです。はい、今後ともお願いします。はい、今後ともお願いします。お願いします。ありがとうございました。Ha ha ha!